ドルラ！さあ、お前の知っていることを話してもらおうか。俺は何も知らん。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。じゃあ、頭を弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。お前ほんまに知らんのじゃ。多分この絵階段は浜崎や。浜崎だと。せえ、あいつは密かにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちの社まで暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴、そっちは大丈夫だったか。ええ、なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが。このボケが。こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純な奴が書けるようなもんじゃない。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い街なんすね。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。力也、自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。お願いします兄貴、自分を東京にいさせてください。お願いします。わかった。だが一つだけ条件がある。もしお前があの絵の男を見つけ出したとしても、絶対に一人では動かないでくれ。約束できるか。はい。よし、それじゃあ今日は一杯飲もう。お前にこの街を案内してやる。怖いことばかりの街じゃねえことを教えてやるよ。